瀬名社長です。今日の企画は、なんか、よく言われるんですよ。家事してないんじゃないですかとか、料理してないんじゃないとか言われるんですけど、まあまあ、やってるの。一応。だってお母さんですからね。なんで、まあそんな様子をちょっと撮ろうみたいな企画です。何の料理を作ろうかも、正直未定です。材料あるもので考えます。私いつもそうなんですね。スーパーあんま行かなくて、宅配スーパーなんですよ。で、何が送られてくるか分かんないんですよ。だから適当、その中から適当作ったりとか、まあ、近所のスーパーで買うとしたら生鮮食品、野菜とかじゃなくてお肉とかお魚とかっていうのはやっぱりその宅配じゃちょっとあれなんで買い足すんですけど、結構場面なんですね、私って。なんでまあひらめきで作っていこうと思うんで、参考になるか分かんないんですが、まあ、見てください。で、行きます。息子の離乳食作んなきゃいけないので、皆さん知ってました？離乳食って炊飯器で作れるんですよ。ほっといて。で、基本うちは全部オーガニックの、野菜、あとはこれとかめっちゃいいやつ、あ、これアンジェリカさんからもらったマミーのおだし、これとか、あとこういうオーガニックのだし、こういうのを基本的には全部料理に使ってます。で、皆さんに絶対アドバイスなんですけど、全部オーガニックのもの買うと高いじゃないですか。セジューシーとか高いじゃないですか。なんですけど、調味料はマジでオーガニックの方が絶対いいし、美味しいんですね。このごま油とかも1600円、1500円くらいかな。調味料をまずオーガニックのものに変えるってのは結構ありです。おすすめ。こういう醤油。これ1000円。こんなに入ってよ。で、これ甘酒、これも1000円ぐらい。調味料から天然のものに変えるといいと思います。で、離乳食と大人が食べれるものを同時に作るというのが私のスタイルです。じゃあちょっとまず炊飯器にスープを作りますね。離乳食兼大人も食べれるスープを作ります。この食洗機から取り出す感じがリアルじゃない。うちの息子はジャガイモ好きなんですよ。なんかね、宅配スーパーだから、なんか信じられないぐらい人参が送られてくるんですよ。もういいよ人参はってぐらい。で、私人参正直あんま好きじゃないんだけど、まあ子供に食べさせましょう。私料理は好きですよ。だって初めて読んだ本がおいしんぼだもん。おいしんぼ知らないでしょみんな。おいしんぼっていうのは、あ、隠れてる。美味しんぼっていうのはなんか料理漫画なんだけど、昔流行ったのね。で、それがね、初めて読んだ漫画なんですよ。お父さんが好きで料理の漫画しかなかったから、どんだけ食べるの好きなんだろうって感じ。うちの父、私昔太ってたんですけど、まあ、そんだけ食べるのが好きな親に育てられたら、まあ、それは食べるよねって感じ。離乳食っていうのは5ヶ月とか6ヶ月ぐらいで始まるんですよ。で、今7ヶ月なんで、なんかこれ隠れちゃう、うん、いいかも。7ヶ月なんで、なのでカミカミ期みたいな感じ、モグモグ期だっけ、なんかモグモグ期ごっくん期みたいなのがあるんですよ。で、そういうので食べれるように、大人も子供も食べれるようなものを作るのが多分一番いいわけで、それですごく便利なのが、炊飯器に材料ぶち込む、ちっちゃく切った野菜とかを入れてスープにしちゃうのはよく作りますね。息子はジャガイモが好きなんで、ジャガイモも入れます。で、本当は、朝と夜でバランスよく与えてあげた方がいいんですけど、今日はね、ちょっと実家に預けてたんで朝食べてないと思います。子供って大変だけど、育てはほんと一瞬なんで楽しみたいですよね。私が令和トラに出た時は子供産んで結構すぐだったんで、産後ハゲがすごかったんですよ。で、最近これ毛がね生えてきたんですね。離乳食にとって一番必要なもの、これブレンダー、絶対大事。なんかね、この前人参をみじんちっちゃく切って茹でたらちょっとなんか嫌そうだったんで、
もうちょっと角ちっちゃくしました。これで息子も食べてくれるだろう。玉ねぎも入れたいよね。あ、玉ねぎは大きく切ってもう溶けるから、ちっちゃくてあのいいですよ、適当で。もうね、私は結構人生って大変なこと多いじゃん。だから適当に生きるって大事だと思うんですよ。やっぱ大事なのってオンとオフのバランスじゃないですか。うまく気を抜くのも大事ですよ。育児とか家事とかもそうだけど、全然人に頼っていいんですよ。人に頼っていいし、料理なんて毎日食べるもんなんだから、別に映えなくてもいいわけ。もう無理、映えるご飯とか作れない。あとキャラ弁、友達で専業主婦の子がすっごい上手で、ほんますごいなと思うけど、私には真似できない、不器用だから。はい、ここでマミーのお菓子を入れます。あとはコーン入れようかな。コーンですね、コーン、コーン、スイートコーン。これもちょっと息子にちょっとだけ与えます。これで炊飯器でボタンを押すの、押してできるの待つだけ。はい、それで野菜スープです。大人用には最後に塩味をつければいい。こういう感じ、あこういう感じ見える。もうこれで炊飯器押すだけ。これ絶対踊っちゃうよね。はい、じゃあ次、ブロッコリーはなんかわかんないけど、こうやって入れて、あ、こうやって洗うといいんだよ。知ってた？で、すごい小ネタをこれからも出しますけど、知ってるかな、ね、ブロッコリーはですね、もうレンチンです。あとレンチンで茹でちゃいます。まあ、レンジもね、本当は電磁波が出るからあんまり使わない方がいいんですけど、私結構オーガニックとか好きだし、なんかできる限り自然でいたいなと思うんですね。なんでかって言ったら、私田舎出身じゃないですか。まあそうなんですね、初めて見る方にはすみません、なんか私のこと知って当然だよねみたいな言い方してすみませんなんだけど、あの鳥取県っていうね、田舎で生まれたわけですよ。で、鳥取県なんて言えばつくしとかめっちゃ取って食べてたわけですよ、子供の時に。除菌とかそういう概念がなかったわけ、昔は。で、私めっちゃ健康なんです、すごく。だからなんか人間って育つ上でなんか全部が全部除菌しまくりでも体弱くなっちゃうんじゃないかなと思うのね。なんで基本的にはあんまり薬も飲まないし、なるべくナチュラルに行った方がいいんじゃないかなと思う派なんですよ。いろんな考え方あるけど、いろんな考え方あるからね。だからワクチンとかもね、いろんな考え方があるんですけど、私はナチュラル派なんです。はい、まあ、こんな感じでチンします。マグロとキュウリの和え物にします。キュウリとマグロと大葉、めっちゃ良くない？夏を感じるじゃん。知ってました？皆さん、キュウリってやってこうやるとおばあちゃんの血がね、アクが出るんだよ。でクロ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 ってやるとアクが出てえぐみがきっと美味しくなるんで、ちょっとだけ出てるんだけど、これがあの農薬まみれのキュウリだと、もっとここからなんか白いのがいっぱい出るので、キュウリはこうやってキルキルってやるといいですよ。やっぱむくみを取る食材っていうのはね、積極的に食べた方がいいですよ。カリウム豊富の方がいい。むくみ取るものって知ってますか皆さん？スイカ、そしてココナッツです。なんでベトナム人が言ってるかよくわかります。ベトナム行ってきてさ、ベトナム人って味薄いし野菜しか食べないし、あとキュウリとかね、あとココナッツジュースとかめっちゃ食べるわけ。あ、キュウリじゃないや、スイカとか。だから肌も綺麗だし細いし、美意識すごい高いみたいですよ。日本人も負けてらんないね。やっぱね、子供のご飯作るので精一杯で、まあ、これ全然手込んでない方なんだけど、大人のご飯はね、私結構適当なんですよ。てかでも適当でよくない？そうじゃないと疲れちゃうでしょ。こういう感じでね、キュウリを切って、でその上にマグロを乗せます。ヒヒ、美味しそう。大葉もね、私大葉大好きなんですけど、うちの旦那が大葉嫌いなんですよ。どう思います？
あとわさびも嫌いなんですよ。どう思います？うまいじゃん、わさび。うわ、マグロ美味しそう。よく食べよう。酒飲みたい。ごま、これもオーガニックです。有機ジャスです。これをかけて、本当は白い方がいいけど、なんか黒ごましかなかった、だからちょっと見栄えが悪い。まあいいや。で、私のさっき言ったこの、最近届いたからまだ開封の儀してなかったけど、このね、バカうま、すっごく美味しいごま油をかけます。はい、終わり。で、これで完成です。卵を落としてもいいんですけど、まあ今日はなし。これ1品目ね。マグロ醤油、ごま油、終わり。で、もうちょっとなんかきゅうりをなんかしんなりさせたい場合とかは塩もみ1回するといいですけど、何度も言ってますか、私は時短命なんで、時短命だから飲みながら、これ私の日常です。はい、できました、ブロッコリー。はい、ブロッコリーを作ります。ブロッコリーはやっぱりね、和え物にすると美味しいんだよね。すりごまをまず少しで、私はだしの素とかそういうのはあんま使わないんだけど、これなんか煮干しの粉、これを入れるとなんか旨味が深くなるから。これ安いよ、300円ぐらいだった。なんかどこで見つけたか忘れたけど買った。煮干しの粉を入れます。で、最後にマヨネーズ。本当は理想は鰹節と、あとマヨネーズと、あとツナを入れたかった、本当は。で、じゃーん、これはうちのお母さんが作った梅味噌です。梅、やっぱね、体を元気にするには旬のものを食べるのめっちゃ大事ですよ。なんで梅味噌を、梅と味噌あえたものとを入れて、最後にマヨネーズで味を整える。いや、これマヨネーズ入れなかったらカロリー低いんだけど、やっぱ入れちゃうよね。やっぱり油って大事ですよ、年を取れば取るほど。多少の油は大事だけど、取らなきゃいけないのは良質な油、良質なタンパク質、そして良質な油を取る。これが老けない秘訣だと思います。あ、まあ私全然老けてるけどね、全然年取ってるけど、でも元気なんだよね。で、これなんで元気なんだろうかなっていうと、やっぱね、タンパク質とか油をちゃんと取る。うん、おいしい。自分で言うのもなんだけど、おいしい。で、この料理というのはですね、見栄えって大事じゃん、美味しそうにする。で、どうやったらいいかってね、なんかなんとなく高くするといいらしいよ。高くして高さを出すとなんか美味しく見えるんだって。はい、できました。ブロッコリーの和え物、梅マヨネーズ和え、すぐできるでしょ。もうこんなんでいいんです。皆さん力抜いていきましょう。あ、死にかけのナス発見。こういう感じなんですよ。死にかけのナス発見。死にかけしかいない。出張開けてたから嬉しいよね。しょうがないよね。じゃあナスの焼き火台作って終わりますね。お酒に合うものを作ります。基本はナスか。まあナスを、でもナスも正直レンジでもいけるんですよ。本当に時間がないときはレンジの方がいいよ。でも私は焼いたナスの方が好き。なんか美味しいじゃん。やっぱ油を重々に吸った方が好きなの。で、うちんちゃ IH なんですけど、まあ、なるべくガスとかの方が本当好きなんですね。で、直火じゃん。で、直火だから肉とお肉焼くときやっぱり IH よりガスの方が美味しいなと思って、わざわざガスコンロで焼いてますから意味わかんないっしょ。ほら IH わかる？ほら鉄のフライパンを使ってます。で、さっきのごま油大量に入れます。あ、皆さん何が好きですか、野菜の中で。私はナスです。
茄子ってうまいよね。油を吸った茄子。天ぷらも絶対茄子がうまいもん。茄子ってうまくない？で、この焼いてる間にです。タレを作ります。タレは簡単。醤油。あ、入ってなかった。よくあるよね、こういうの。醤油。で、なんか正直適当です。いつも私。で、こういう焼き火出しの時は薄い醤油の方がいいよね。薄口醤油。酢。やっぱ夏はお酢でしょ。ちょっと。あんま入れすぎるとね、酸っぱい。で、みりん。みりんこれ。おすすめ。まあ、有名だよね。みかんみりん。で、もうちょっとで終わるんで、このポン酢も入れます。で、ちょっと辛い要素を足した方がいいと思うので、ちょっとだけ豆板醤かな。きゅうりもこうやって焼いて、豆板醤とかで和えると、美味しいんですよ。知ってました？あ、起きた。息子が起きた。彼もね、親に付き合わされてて、ね、で、豆板醤入れる。うわぁ、ひたひたや。油を吸ってひたひたや。いいね。なんか料理って段取りだから、頭がすっきりするんですよね、料理すると。だから、病んだら料理はいいかも。で、お菓子作りはダメなの、私。なんかね、お菓子作りは、めっちゃきっちりしてるから、お菓子作りって。であと私、甘いもんあんまり好きじゃないんで。なので、基本は、料理してやります。この中に入れて、漬け込む。で、これは本当は冷やして食べた方が美味しい。でも、あったかいうちでも美味しいかな。それはそれでまた風味が違っていいかも。とりあえず、これで3品できました。はい、ほら。茄子の煮浸し。はい。もう基本、作り置きできるでしょ、これなら。だからこれだったら、食べたい分だけ食べて、終わり。はい、で、いっちゃん。いただきます。ちょっと君の離乳食もうちょっとしたらできるから、それまでちょっとブドウ食べといて。はい、どうぞ。はい、じゃあ食べます。はい、マグロのユッケ、きゅうりの梅マヨ和えで、ナスの焼き浸し。ナスどうかな。うん、うん、おいしい。ブドウ食べる？はい、いい。うん、いっちゃんも早く食べれるようになるといいね。マヨネーズ和え。うん、うん、ダメ。まあこんな感じです。本当に日々ね、忙しいと思うんで、皆さんもやっぱね、時短で作るっていうのが一番いいです。で、時短のためには何よりも調味料を良くするっていうのが一番楽なので、全部を全部あのオーガニックにするとか、そういうのはちょっと大変かなと思うんですけど、私もなるべく工夫して、なるべく節約して、体にいいものをとってます。それの中で調味料を変えるっていうのは本当におすすめですし、とにかく家事、料理、育児、全部ほどほどにね。頑張りすぎても疲れちゃうからねって言ってますんで。はい、覚醒してるってことでね、いちくん今日もお疲れ、乾杯。乾杯。はい、皆さん今日も頑張りましたね。皆さんお疲れ様でした。じゃあ今日は私の料理のなんか Vlog みたいな感じだったんだけど、日常だったんですが、この動画がいいと思っていただいたら、チャンネルボタンとグッド評価の方ぜひお願いします。何か作ってほしいものとかあったら書いてもらえると嬉しいです。じゃあいちくん、またねって。じゃあ皆さんまたね。以上、瀬名所長でした。